全国1000万人の缶コーヒーファンの皆さん、こんにちは。ということで今回は、飲むんだったら UCC、いつでもどこでも、UCC のコーヒーについて、ああでもないこうでもないとマックスコーヒーを飲み干すまで語っていきたいかなと思います。なんだろう。ということで今回は、新旧のダミーシステムと初号機の特殊性についてです。ダミーシステムという言葉が初めて登場するのは、第14話です。第1回機体相互互換試験の結果。リツコは、ダミーシステムの計画がいけると踏むわけです。で、このダミーシステムを動かすときに必要となるのが、ダミープラグ、です。具体的に、ダミープラグについて説明されているのは、17話です。ダミープラグの試作型について、リツコが言動に説明しています。リツコの試作したダミープラグは、例の思考パターンをエミュレートするものであると言っています。そして大事なのは、人の心、魂はデジタル化できない、というところです。できていない、ではなく、できない、ということですね。エヴァにパイロットがいると誤認させ、起動させるためのものがダミーシステムです。では、そもそもエントリープラグとは何なのか。エントリープラグについての説明は、14話にあります。心の入れ物、エントリープラグ、それは魂の座。エントリープラグというのは、魂の座であり、心の入れ物。先ほどのリツコのセリフと合わせても、エヴァの世界観では、魂と心は、切り離せないものであるということがわかります。つまり、ダミープラグというのは、心、魂のダミーであるということです。実際にダミーシステムが使用されているのは、ご存知18話です。感情阻止の3割が不鮮明というセリフがあり、心のデジタル化ができないことを表しているのかもしれません。ダミープラグを使用した初号機がどういった状況なのかは、はっきりとしません。言動の指示に対して抗議するマヤに対して、言動は言います。今のパイロットよりは役に立つ。やれ。このセリフは脚本では、暴走は承知の上だ、という言葉が間に入っています。マヤの言う通り、問題があり、暴走、しているだけかもしれませんし、脚本にはない、システム正常、という言葉に従うのであれば、本来こういうものであるとも言えます。以前紹介しました、例の残虐性、というのを考慮するのであれば、例の人格が関係あるのかもしれません。23話では、ダミーシステムのコア、および綾波レイとは何か、についての説明があります。ここにあるのはダミー。そしてレイのためのただのパーツに過ぎないわ。魂、は綾波レイにしかなく、その他のレイに似たものには魂がない、パーツでしかない。つまり先ほどのことと合わせると、魂は人工的に作り出すことも、解析しデジタル化することも不可能なもの。ダミーシステムは、所詮ダミーでしかない。魂は一つしかないから、霊は以前の霊の心を引き継いでいるのですね。パーツからパーツへ魂が移動するだけ。貞本さんは、庵野さんに霊は以前の記憶が残っていると言われたそうです。魂、心、記憶は一つのまとまりとなっている、紐づいているということなのかもしれません。そして綾波レイは、冬月の絶望の産物だと言っています。劇場版では、レイのものではないダミープラグが出てきます。エヴァンゲリオン量産機のものですね。カオル、という文字が書かれていることと、ダミープラグであることが台本で説明されています。絵コンテでの説明もほぼ同じものです。先ほどの例のダミープラグから考えれば、
これは渚薫のパーソナルを移植したダミープラグであり、魂を持たないただのフェイクであることになります。魂があったら、ダミー、ではなくなってしまいますからね。そう、人間なのよ。本来魂のないエヴァには、人の魂が宿らせてあるもの。進撃でのダミープラグは正しくは、ダミーシステム搭載型、特殊エントリープラグ、特1号、という名称です。大きく、ゴルゴタベースビルト、と書かれていて、ゴルゴタベースというところで製造されたものがわかります。カジもゴルゴダベースから来たものだと言っています。ゴルゴタもゴルゴダも同じです。聖書によれば、ゴルゴタの丘はキリストが十字架で貼り付けにされた場所であり、伝説ではアダムの頭蓋骨が眠る場所でもあります。ゴルゴタというのはサレコウベ、頭蓋骨、という意味で、英語ではそこから、カルバリーと呼ばれます。ではこのゴルゴタベースがどこなのか、ということですが、脚本では、ゴルゴダベースではなく、北極研究所、となっています。また北極にある、ベタニアベースは脚本では、北極ベースという名称です。またダミーシステムの顔部分にあたるマークは、設定資料では、ゼーレのモノリスと同じ処理と書かれています。以上のことから、ゴルゴダベースはゼーレの関連施設であることが考えられます。またテレビ版のダミーシステムと似たような施設がありますが、その関連性は示唆されていません。性能的には無人での運用も可能なようですが、実際に使用されているかはわかりません。今回の動画の本題はここからなのですが、このミサトとヒューガがダミープラグを確認しているシーンは、脚本では別の演出が書かれています。本編では間に、レイとアスカのエレベーターでの口論、シンジがごちるシーンがありますが、脚本では、2号機のコアユニットのシーンからの続きになっています。そして上記のように書かれています。途中まで引き出されているコアユニット。あからさまに2号機とは違う、そのシステム。2号機のコアユニットを先に見せることで、初号機が全く違うものであることを見せる演出が書かれています。しかし、本編や絵コンテでもそのような描写はなくなっています。言動はゼーレの思惑について、真のエヴァンゲリオンの完成までの梅雨払いが現行のエヴァの役割だと言っています。しかし、初号機を含む元気体、という微妙な言い回しをしています。ゼーレにとっても重要な特別なエヴァであったのかは判断がつきません。このシーンは脚本にはないので、初号機の特殊性をアピールするシーンがカットされ、逆に特殊性を持たないことを強調するシーンが追加されたことになります。そしてゼーレのシナリオ通りに行われたフォースインパクトまで見ても、ゼーレは初号機を必要としていません。テレビ版では、ゼーレは初号機によって補完計画を行おうとしています。これは単に、0号機がなくなり、2号機は動かなかったからかもしれません。劇場版では唯一リリスの分身である、初号機で行おうとしています。では、進撃の初号機は、初号機でニアサードが起こったのは、光の巨人になったのは、初号機が特別だったから？シンジが乗っていたから？それともコアにユイがいたから？いかがでしたでしょうか？わざわざ、初号機の特殊性を表す描写を削ったのはなぜなのでしょうか？というよりも、進撃のエヴァ自体が何からできているのかもわからないので、そもそも違い云々を語ることなどできない序の以降。皆さんはどう思われたでしょうか？今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。